皆様こんにちは、まりみちゃです。今回はちょっと作ったものがあるのでご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回作ったものはですね、折り紙収納動画でちょっと折り紙使わなきゃって言ってたんですけれども、はい、それでちょっと折り紙を使ってみたものになります。はい、まずですね、はい、これはねたまたま折り紙使っただけなんですけれども、こちらバインダーですね。デザインペーパー、ヴィンテージデザインペーパーを使ってちょっとこう破ってペタペタ貼って作ったものになります。この辺はステッカーですね。ステッカーの白い部分切ってちょっとだけ厚みを出して貼ってあります。こんな感じで、この上にソカナさんのグラシンをぐるっと巻いて作りました。ここはね、いつもアンティークゴールドなんですけども、今回の雰囲気はアンティークシルバーかなと思って、はい、こんな感じにしました。でここボンドの跡ついてるんですけど、これはこれでまたちょっと可愛いなと思ってます。でまあ留めはボタンのパンチで大きめのボタンですね今回で、抜いたボタンをまたちょっと厚めにつけて、周りを同じ、これと同じねアンティークシルバーのものでちょっと、はい、強度を持たせて縫い付けてます。相変わらず縫い付けてます、はい、シルク糸ですね、はい、でこちらシルクタフタ、ワイン染めしたシルクタフタ、あ、ワイン染め、これはワイン染めじゃないわ、元からこんな色でした、をつけてくるくる巻くタイプにしてみました、はい、で中ですね、中こんな感じ、ちょっとねスパンコールポケットを作ってみたんですよ。こんな感じで染めたトレーシングペーパーを2つ折りにしてポケット作ってます。でその間にスパンコール入れて、はい、スパンコールポケット作ってみました。でここもね差し込みのポケットになってます。はい、こんな感じ、この中は本物の洋書ですねを使ってます。でこちら上からこう差し込んで長いものをっていうポケットなんですね。でここに入れるものがこちらの蛇腹、ここと同じような感じのもの、ここはね木目の折り紙にこのアンティーク調のデザインペーパーですねをこう貼って、裏は木目にここだけちょっとあれして、ここは海外のステッカーですね、これはちょっと厚紙に貼って切ったものになります。はい、これもステッカーをちょっとダイカットっぽくして貼ってあります。裏はこんな感じ、中はこんな感じの蛇腹です。はい、こんな感じに作ったんですね。でここに差し込もうと思ったんですけども、私これ前もやっちゃったんですけども、サイズ見ながら作ったんですが、もうねキチキチになっちゃって、ここまではいいんですよ、ここまではいいんですけども、ちょっと引っかかりながらも入っていくんですが、ここねちょっとマチの付け方間違えちゃったら入れるの至難の技なので、ここは何かちょっと長いメモとかをね収納して、これはこれで別にはい、ワンセットとして出そうかなと思ってます。はい、まだ中は詰めてません。はい、でさ作ったものはこちらと、あとねここちょっと全部詰めて中いい感じにして切って、ちょっと先っちょになんかつけようかなと思ってます。はい、で今作ったものはこちらと、あとねデザインペーパーで袋を作ろうって言ってたんですが、作った袋がこちら、まずこれからいこうか、こちらお花柄の箱押しのデザインペーパーの上にソカナさんのグラシン折り紙ですね、グラシン紙をかぶせてます。でこれねちょっと失敗したなと思ったのが、両面テープ2センチの両面テープで貼ったんですよ。そしたらね結構テープの跡、まあこれはこれで可愛いんですけども、ちょっとテープの跡ついちゃったなと。と中もグラシン貼り付けてます。はい、こんな感じのポジ袋
を1個作ったのと、これまた別のポチ袋ですね。これはスパンコールポケット、こちらもつけてみました。これはここがねポケットになってるんです。はい、ちょっとしか入れないんですけども、はい、ぐるりと。ここも何か細いものを入れようと思えば入る。で、これは中何も貼ってないです。これでちょっと貼らずに、なんか中真っ白で寂しいなと思って作ったのがこちらなので、はい。と、あとね、この私にはちょっとなかなか使いこなせないって言ってた可愛い系の折り紙ですね。こちらで作ったのが、中にトレペの折り紙を貼り付けて、はい、封筒を作ってみました。これはこれで、音もいいし可愛いですね。トレペ折り紙のちょっと、商品にもなるかなということで、こんな感じで作りました。これとこちらね、中身。いちご、これね、ちゃんと考えたんです。いちご柄だから、中いちご。可愛いです。あえてこの端だけを両面テープで貼って、ここは何も貼り付けてない状態なのでいい音しますね。そう、こちらもね、ここにチェリーがあるから、チェリー柄はいにしてみました。それとこれがすごい楽しかった作るの。これは折り紙デザインペーパー2枚をくっつけて、はい、トレペ素材の折り紙を上にくっつけて作ってます。これは普通に紐で、中は一回折り返して、こんな感じで、ここマステで留めた感じですね。留めなくてもいいんですけど、一応ちょっと留めてみました。水張りテープの方が良かったかな。はい、こんな感じで作りました。使った材料は、よいしょ、はい、こちら折り紙ボックスの中の、はい、100円素材のこのトレペですね。こちら、これの縞、ストライプのものとドットのものを使いました。これね、の黄色ですね。で、中のペーパーが、よいしょ、中のペーパーこれですね。ちょっと優しい感じの色合いで行きたいなと思ったので、こちらのデザインペーパー使ってます。これも100円ショップのものですね。で、この2つですね。この2つで使ったものが、はい、こちらのこれね、これで使ってるグラシーがソカナさんのものですね。これとこれ、外側にこのオーシャンっていうものを巻いて、内側に、あ、ドリームかな、このドリームを使ってます。かわいい。はい、で、中のペーパーですね。中のペーパーが、はい、どれだ、これですね。これこの種類のやつで、この黒色を使いました。かわいい。もういろんな色でできそうですね。はい、で、こちらのものですね。これはソカナさんの、メモリのグラシンなんです。これ、あ、まただ。これ、グラシンペーパーのメモリ。これは 11.1 ミリのものなんですけども、このミリ数ね、何種類かあるんですよ、ソカナさん。はい、これはすごくシンプルなので使いやすいですね。はい、これを使ってます。よいしょ、よいしょ。はい、それと、折り紙ですね。折り紙はこれ、この種類。ちょっとね、もう全部外見捨てちゃってるんであれなんですけど、こちらですね。こちらの方使いました。うん。はい。で、これですね。この2つは、あと同じシリーズの折り紙ですね。はい。こちらのこれ、このユニコーンのやつの一味です。一味ってこれね、これと黄色が見えてるね、これですねを使いました。で、この中のトレペ素材のものがこちらですね。こちらのチェリーとイチゴを使ってます。はい、
それとこのバインダーに使ったものはですね、こちらの、はい、あのものですね、キャンドゥとかセリアさんで売ってる、はい、これ一番上にあるやつ、これと、もう全部全種類ごちゃ混ぜにして使ってあります。これとこれと表紙はね。で、中のこの蛇腹はこれとこの木のデザインペーパーを使ってます。これも何色かあって結構使いやすいんですよね。表紙にはこれ使って、内側これかな、あ、こっちかなを使ってます。はい、そんな感じ。あ、でこのグラシンが、はい、これソカナさんのものです。グラシンペーパー方眼用紙柄というものを使ってます。これ1枚でね、結構これまるっと包み込める感じ、これもまるっと包み込める感じになってます。はい、こんな感じで今回作ったもののご紹介は以上になります。なかなかね、新作がたくさん折り紙出てきてね、私もまだちょっと欲しいなと思って買えてないものとかもあるので、消費がね追いつかないので、ちょっとどんどんこういう感じで使っていきたいなと思います。はい、ね、ちょっとなかなか使い切れないなっていう時の参考になれば嬉しいです。私のお気に入り、これ音もいいし使い勝手も良さそう、かわいい。こんな感じでね、はい、次の動画でちょっと作ってるところをご紹介できたらなと思っております。これはね、作ってるところをもう出そうと思うと1日がかりになるので、こちらのちょっと袋類をねちょっと作っていこうかなと思っております。はい、インスタグラム、ツイッターしております。ゆるーく更新しております。概要欄にお知らせありますので、お気軽に遊びに来てください。高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。コメントもお待ちしております。では最後までご視聴いただきありがとうございました。